海外の反応チャンネル、素敵な日本にようこそ。皆さんお疲れ様です。パーソナリティのはるかです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回のテーマは日本の文化だ。サッカー女子ワールドカップ日本代表なでしこジャパンが今大会唯一カードをもらっていないことを世界が大絶賛した意外なわけとは、そしてニューヒロインとなっている彼女たちの名言とはでございます。オーストラリアとニュージーランドで行われているサッカー女子ワールドカップ、日本代表なでしこジャパンは1次リーグを3連勝でグループ1位で決勝トーナメントに進み、1回戦でも同じくワールドカップで優勝経験があるノルウェーに3対1で勝ちました。ベスト8進出は準優勝した2015年のカナダ大会以来2大会ぶりです。次の準々決勝は8月11日金曜日、日本時間の午後4時半から行われ、相手は3連覇を狙ったアメリカを倒したスウェーデンです。9大会連続9回目の出場となるなでしこジャパンは2011年のドイツ大会以来3大会ぶりの優勝を目指しています。ワールドカップベスト8入りを果たしたなでしこジャパン、ニューヒロインとなっている彼女たちの名言を紹介します。名言1、大好きなサッカーで夢が叶うなら嬉しいですね。爽快ななでしこカウンターのフィニッシャーとしてミッドフィルダー宮澤ひなた選手が一躍脚光を浴びています。初戦のザンビア戦で2ゴールを挙げて5対0の大勝発進の火付け役になると、世界を驚かせたのは第3戦スペイン戦でのこと。ボール保持に優れる相手を一発で仕留めるカウンターを2度も見舞い、チーム1点目と3点目をゲットし、4対0の痛快な大勝に貢献しました。そして迎えたノルウェー戦、2対1と日本1点リードながら体格に勝るノルウェーにやや主導権を握られそうになった中、藤野碧葉選手のスルーパスに完璧な裏への抜け出しを見せ、ダメ押しゴールを奪い取りました。ザンビア戦に続いてプレイヤーオブザマッチに選ばれるなど、日本の攻撃に不可欠な存在となっています。2018年の U20 ワールドカップで優勝を経験した宮澤選手、2年後の2018年には10代ながらフル代表にも招集されています。その年にはベレーザ加入直後ながら開幕9試合で4ゴール4アシストをマークするなど、持ち前のスピードを生かしていました。高校までは自由に自分が主体になってプレーをさせてもらっていました。今のチームベレーザは真逆で、みんな上手くてその中で自分も力になりたいと思いながらやっていますし、ワクワクしながらプレーしています。2021年からマイナビ仙台レディースに移籍し、そこでも主軸として活躍。2022年なでしこジャパンの国際 A マッチでも13試合4得点としっかりと結果を残してきました。チャンスをものにして夢を叶える、5年前に語った思いがまさに今ワールドカップという舞台で現実になっています。名言2、こういう雰囲気で試合ができるのは本当に幸せだなぁと感じました。現在ウエストハムに所属するディフェンダー清水梨沙選手は、10代にしてサイドバックに転向して以降、世代別代表の頃から常に右サイドの攻守を任されてきました。スピードと運動量、さらにポジションを柔軟に取れるセンスの良さで、チームの3バック採用時には右ウィングバックも器用にこなす、そんな彼女の良さが出たのはノルウェー戦でした。1対1で迎えた後半開始早々、日本が相手ゴール前に押し込んだところで起きた相手パスミスに反応したのは、右サイドの大外にいるはずの清水選手でした。ボールをインターセプトするや否やゴールに蹴り込み、勝ち越し点を奪い取りました。2021年のプロ女子サッカー国内リーグ WE リーグが開幕した当時、清水選手はベレーザのキャプテンを務めていました。
なでしこジャパンの常連ということもあって、開幕戦となる三菱重工浦和レッズレディース戦を前に選手宣誓の役割も務めました。スタンドを見渡せば小さい子から大人までたくさんの方々が来場してくださって、当時は新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインもあって、会場の国立西ヶ丘サッカー場に詰めかけたのは2427人。 WE リーグ開幕直前に行われた東京オリンピックでベスト8に終わったこともあり、世間的な注目がなかなか高まらなかったのですが、清水選手は会場に詰めかけた女子サッカーファンへ心からの感謝を口にしていました。名言3、もっと突き詰めてプレーすれば上を目指せるという感覚もつかめました。正確無比なスルーパスは同じマンチェスターシティ所属のデブライネ選手か、攻守にわたるハードワークはモドリッチ選手か、日本代表で言うなら中田英寿選手のような存在感、いやいやなでしこの心臓となっているという意味で、やはり澤穂希選手か。ノルウェー戦後 SNS 上で26歳の長谷川唯選手をめぐる例えが話題となりました。相手守備陣にとって致命傷となり得るスペースにスルーパスを送り込んだかと思えば、清水選手の勝ち越しゴールを生み出す契機となるゴール前への飛び出し、さらには体格で勝る相手選手とのデュエルに干渉し、軽やかなドリブルで相手マーカーを次々に外していく。ノルウェー戦は世間が彼女のポテンシャルに気づくきっかけとなったと言われています。2014年の女子 U17 ワールドカップ優勝メンバーとして、長谷川選手は10代の頃から将来を嘱望されました。もともとはサイドなどを主戦場とするアタッカーだったのですが、海外移籍、AC ミラン、ウエストハム、マンチェスターシティ以降はセンターハーフとしての才能を開花させた印象があります。ワールドカップ初出場を飾った前回の2019年大会については、これまでのサッカー人生でほとんど怪我をしたことがなかったのに、ワールドカップのタイミングに重なってしまって 100% の状態で挑めなかったことが何よりも悔しかったですねと語ったものの、名言の言葉にあるように、もう一つ上の次元の選手になれるのではという手応えをつかんでいたようです。それを自身2度目となるワールドカップの舞台で鮮やかなほど表現しています。なお、池田太監督率いるなでしこジャパンは主に3つの FIFA 主催大会優勝メンバーによって構成されています。2011年ワールドカップの熊谷早紀選手、2018年 U20 ワールドカップの宮澤選手、2014年 U17 ワールドカップの長谷川選手らがそれにあたります。世界一を知るなでしこ新世代はそのインパクトをより鮮烈にできるか。8月11日の準々決勝スウェーデン戦も目が離せません。さて、なでしこジャパンは伝統のクリーンファイトで快進撃を続けています。1次リーグで敗退したチームを含め、全32チームで唯一警告と退場がゼロ、ファウルも一番少ないのです。29歳にしてワールドカップ初出場をつかんだ苦労人ミッドフィルダー猶本光選手は、2011年ワールドカップドイツ大会優勝メンバーで師匠ともいえる安藤梢選手からエールを送られました。今大会はイングランド代表ミッドフィルダージェームズ選手が決勝トーナメント1回戦のナイジェリア戦で相手選手を踏みつけるなどラフプレーも目立ちます。 VAR 導入もあって、悪質で危険なプレーは見逃されることがなくなりました。そんな中でもなでしこジャパンはカードを1枚も受けることなく、ファールも4試合で計20回、1試合平均 5.0 回は出場32チーム中最も少なくなっています。優勝した2011年ドイツ大会はフェアプレー賞を受賞しましたが、今大会もこのままなら受賞することになりそうです。2011年大会でさえ6試合で警告が5枚あり、退場が1回ありました。当時はショートパスをベースとしたパスサッカーでボールを前に進め、平均保持率は 57%、 全6試合で相手を上回りました。1試合90分換算のファール数は 8.3 回で
キーファウル数も少なく、フィジカルで劣る小柄ななでしこは相手に触れない、触れさせないというアンタッチャブルサッカーで世界の頂点に立ちました。今大会のここまでのなでしこジャパンはボール保持率 21% で、勝った1次リーグ最終スペイン戦に象徴されるように守備の時間は12年前と比べて長くなっています。それでも連動して相手ボールをノーファウルで奪い返し、そこからミッドフィルダー宮澤ひなた選手らのスピードを生かして逆襲速攻。決勝トーナメント1回戦のノルウェー戦ではボール保持率で相手を14ポイント上回るなど、戦いの幅の広さも見せています。戦い方は初優勝時と少し異なるかもしれませんが、フェアプレーの精神は今も変わらないのです。そんななでしこジャパンに外国人から称賛の声が寄せられています。その反応の一部をご紹介いたしますのでご覧ください。海外の反応。サッカー日本女子代表は今大会で唯一カードをもらっていないチームだ。ファウルの数も最も少ない。さっさとフェアプレー賞を彼女たちに渡せ。なんて清々しいチームなんだ。日本のチームはサッカーに限らずいつも健全だ。彼女たちはロッカーも掃除する。サポーターもだ。今や彼らの行動は当たり前になりつつある。想像してみてほしい。ピッチ上では貧困法制なのにロッカーはめちゃくちゃであることを。彼女たちは見る者の心をつかむ。彼女たちは醜いダイブや時間稼ぎをしない。本当に素晴らしいチームだ。アメリカが敗退した今、私は日本の優勝を心から祈っている。イングランドが彼女たちから学ぶことを願う。ジェームズが彼女たちから学ぶことを願う。彼女は本性を見せた。男子はフェアプレー賞をもらったのに、イングランドの女子チームと来たら。カードをもらっていないのなら勝つために貪欲に戦っていない。相手を尊重するのが日本の文化だ。私は完全に日本サッカーのファンになった。ピッチの上でも外でも日本は一流だね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。